マットターバンのリングネームで知られるマシュー・マリネリは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニューハンプシャー州デリー出身。2008年3月7日、プロレスデビュー。2013年3月2日、ロー11周年記念工業に出場し、アダム・コールが保持するロー世界 TV 王座に挑戦。これに勝利を収め、第7代王者に輝く。その後、 12月14日のトマソ・チャンパに敗れるまで11度の防衛に成功した。2014年5月17日、ロート新日本プロレスの合同工業、ウォー・オブ・ザ・ワールズのオープニングマッチに出場。ア・トマソ・チャンパと組、ロッキー・ロメロアレックス・コズロフ渡辺交渉組と対戦。試合は自身が渡辺からピンホールを奪い、勝利を収めた。 同年11月7日、マイケル・ベネットとタッグを結成し、キングダムの一員となる。22日には新日本プロレスが主催する、ワールドタグリーグにベネットと共に出場。4勝3敗という結果に終わった。2015年3月1日、ロー13周年記念興行、ウィナー・テイクス・オールに出場。ベネットとのタッグで、ジア・ディクション、カール・アンダーソンと3部 A マッチで対戦。 試合はアンダーソンからピンフォール勝ちを収めた。同年4月5日、両国国技館で行われた新日本プロレス、サクラジェネシスにおいて、ベネットとのタッグでアンダーソンギャローズ組を破り、IWGP タッグ王座を獲得。2019年4月6日、ニューヨークで行われたロート新日本プロレスの合同工業 G1 サプルカードにおいて、 J リーサルを破りロー世界ヘビー級王座を獲得。ミサイルドロップキックヘルメリーフィニッシュホールドその他、合体技、IWGP タッグ王座、ロー世界タッグ王座、ロー世界 TB 王座を腰に巻く、ターバンハット ABCDEF、マット多分。ケージマッチ、2015年3月25日閲覧。ロー新日本プロレス、ウォーオブザワールズ第一試合。 新日本プロレス公式サイト2014年5月17日閲覧当初アンダーソンはドクギャローズとのタッグで出場予定だったがギャローズが天候不良に見舞われて試合会場に向かうことができなくなり結果としてアンダーソンが一人で試合に出場することとなったありがとうございます